ぱこの丸さってコンベックスなんですけど、普通のやっぱりあのブラントカットとかあとレザーでは絶対出せないラインになってくるんで、やっぱりシザーでこう丸く R シザーで切っていかないと、まあね、なんとなく同じにはできるんですけど、ほんと違うんですよね、ちょっとしたところで。こんにちは、札幌占い美容室ハイヤマカシの後藤です。今回もモデルさんやっていくんですが、今日は、お仕事の関係で髪を黒くしないとダメだということで黒染めをしたい。ただ黒染めを、しただけだとちょっとノリ見たくなっちゃうので、なんか赤っぽくなるのが嫌ですよね。はい、赤くなるのが嫌だから赤くならない黒染めにしてくれということで、そちらの方で、まあ、黒染めはしたいと思います。まあ、黒染めよりちょっと明るいぐらいかな。はい、それぐらいでやっていきます。でカットはボブバツッても切るんでイメージチェンジめっちゃできるかなと思うんで、皆さん期待しておいてください。聞いてないけど。で、これからカットしていくんですけど、中の生え癖がちょっとあってちょっと読めない部分もあるんで、こういう場合はもうコード使いません。で、そのまま、ショーバルタンでカットしていくんですけれども、生えてるところ、まあ、あんまり反らないような感じでいきたいんで、ここまで生えてるんでその位置までカットしていきます。まあ、0度に落としてそのまま切っていきます。これで、アンダー切りましたね。今はどういう風に切ったかっていうと、ショーバルタンのこっち側ですね、山の方を使ってカットしております。で、ノーテンションの状態でカットして、まあ後でまたねちょっと切り直したりとかするんで、モデルさん基本的に下向いていただいた方がこの場合はいいと思います。で、これでまあ後で出たところ切るんですけど、襟足のこの長さ難しいんですよね。ちょっと立っちゃうので、まあ、ちょっとコームはちょっとこう軽く入れるぐらいで、あんまりコーム入れちゃうと癖殺しちゃうんで、こんな感じでいいかなと思います。で、トップセクションですね。今度トップというかミドルからこの部分を今度切っていくんですけど、その前に今度前からね決めた方が絶対いいんで、中切ったら今度前から切ります。で、皆さんまあ不安だと思うんで、僕はもうそのままブラントカットでバツっていっちゃうんですけど、なかなか皆さんいけないんですよね。こうレザーでこうちょっとなんとなく様子見てみたりとか、でもドライの状態でレザー入れれませんから、僕はほとんどもう、ブラントセニングっていうハサミがあるんで、それでもうバツっといっちゃいます。自信がある方はショーバルタンで行ってもいいと思うんですけど、これは削ぎ率が 50% 以上あるんで、結構普通にブラントカットと同じぐらいで、ここで大体ですね、指で R 字を作ってどこの長さがいいかっていうのを決めるわけですね。で、今回ちょっとモデルさん長めにしようかなと思ってるんで、顎ぐらいと言ってたんですけど、ちょっと巻けた方がいい感じがするんで、巻いたりして遊べるように顎下ぐらいかな、設定します。その時に、左手の手のひらがこっちの首につくぐらい R を入れるわけですよ。で、この状態で指を少しずらしながらこういう状態をキープします。で、この状態のところを、このままブラントセニングでカットするだけです。はい、で、大体これで長さがね、左右の長さはここで合わせていくんですけど、ちょっと今度こっち鏡が見えないな、まあ、ガイドがないですからここはもう感覚で切っていくんですけど、左右ちょっと長めに切った方がね、合わせやすいんで、短くなっちゃうとまた逆も切んないとダメになっちゃうんで、
で先ほどのバックに今度ちょっとつなげていくんですけども、なぜバックから切りなかったかっていうと、お客さんバックは一番見るとこじゃなくて、なんとなくこうなってればいいかなぐらいの感じなんですよ、お客さんって。絶対後ろはこうしてほしいっていうのは前よりは絶対要望ないと思うので、やっぱ前の感じなんですね。長さ、顔の長さをこのぐらいだとカバーできるとか、どこが一番かっこよく見える場所かなっていうのが、顔前が一番大切なので、バックはね二の次です。で、サイドにはつなげて切ります。でここで前上がりにするのか前下がりにするのかっていうのを決めていくんですが、今回はこういう感じがいいか。いや、いつも前下がりで切ってるけど、何でもいいですよ、本当に。全部任せます。何が似合いますかね。前下がりの方が、なんか雰囲気合いそうだけどね。じゃあ、いつも通り前下がりで。あんまり極端な前下がりじゃなく、ちょっとだけ前下がり気味にします。重さもちょっと必要なので。この辺で、少しサイドから見て、若干前下がりになるラインで、まずこのバックまで切っていきます。で、センター後切りですね。まずここをつなげていって、まあ、今話しながら切ってますけど、多分本当だったらもうめちゃくちゃパパッと切れてます、ね、後ろを見せます。はい。で、結構このブランドセニングの良さは、ちょっと下見てですね、本当に躊躇せず切れるっていうところですかね。程よくボケてくれるんで、メンズの刈り上げとかでもかなり使えるんですけど、結構こういうボブのスタイルとかかなり使えます、僕は。この触覚は使ってるわけ？こう使ってるっていうか入らないから、なんかこうやって刺したりするの？刺したりしてるかもしれない。使ってるならやっぱ使った方がいいちょっとね、せっかく残してるんだったらちゃんとクワガタになってるから、触覚の利用した方がいい。前髪、うわ、厚くした方がいいですよ。薄い方がいい。薄い方がいいか。薄い方がいい。じゃあ薄い方にしましょう。で、ここはどうしようね。前髪、ここを切って、ここ残すか。もうカムリあった方がいいね。じゃあありましょう。まあちょっとノリで。はい。で、R2 セニングなんですけど、 R2 セニングはこれ前髪非常に適しておりまして、指でですね、また同じように左手の指でちょっと R 状に作った状態で、これね結構綺麗にぼかしてくれるんですね。で、ちょっと心配だったら少しチョップ気味で入れてって、入れていただければもうぼけるんで綺麗に。で、今回モデルさんカールをつけるっていうことだったんで、ちょっと長めに切って、カールをつけていきます。このような感じですね。ちょっとこの部分は後で何かします。そしてこのままじゃイメージが全くわからないので、ちょっとアイロンでカールを作って、なんとなくのイメージを作りながらカットしていきたいと思うんで、ちょっとアールを入れて、カールをですねちょっと入れて、それからもう一回切っていきたいと思います。結構この形つけるとき量が多いんで、これ何パネルにもやったりするとめんどくさいんで、ゆっくりですね、90度くらいですかね、このパネルに対して90度の角度にアイロンを持ってくればいいだけなんで、こういうステムを決めたらこのままゆっくりゆっくり持ってくるだけなんですけど、急いでこうやって曲げたりするとうまくいかないんですね。なので、挟む力もすごい弱めにして、このまま90度のまま毛先までゆっくりやっていくと自然なカールがこう作れるんですね。そうなんですよ。自分でやるときも同じ。こっちも絶対自分じゃうまくいく気がします。自分でやるときもね、ストレートアイロン使えますよね。すぐ取れますね。もうね、温まってからしっかりやっていけば落ちますか。取れそうな髪質ではあるかもしれないですね。そうですね。なん
となく。そうですね、これあのまたあ、そうそうそう、スローのまあブルーとグレーの 3N のスローなんですけど、これ時間経つとね、まあ明日明後日ぐらいにまたすごく綺麗な色になってくるんで、色も抜けるんで黒染めですけど、カラーチェンジほんと余裕でできます。ただ持たせたい方はスロー使わない方がいいと思いますよ。長持ちさせたいんだったら、イルミナとか使った方がいいと思う、絶対。しっかり残留してくれる。残留って言い方ちょっと悪いかもしれないですけど、僕はあんまイルミナとアディクシー使わないですけど、この辺のカラーは結構残ってくれるんで、結構残したいんだったら使ってもいいんじゃないかなと思いますね。前髪は挟まないで、500円玉1枚、入ってる感じにやるといいです。プレスしちゃダメですね。今ここも、500円玉1枚挟んでるぐらい開けてる状態でやってます。そうしないと不自然になっちゃうんで。でこの時にポイントなんですけども、このアイロンを入れる場所、あんまり下のネープのこの後ろの方入れなくていいです。なぜかというと、そこは切っちゃうから、上の毛だけを短くカール入れといて、絶対このイヤー2イヤーじゃないや、2セクションのラインぐらいのところをだけを入れて、中の毛出てくるじゃないですか。そうすると上が短くなるんでカール入るの、そこは切っちゃうので、あんまり下まで綺麗に入れちゃうと、お客さんやった時に結局ネープの毛出てくるようになっちゃうんで、あえてそこはアイロン入れない方がいいんですよね。だからそこもカットのうちの計算になります。でこれでまあ大体雰囲気っていうのがなんとなくなんですけど、ちょっと分かってきたんで、これでもうちょっと切れるかなっていう感じで、ちょっとずつ、雰囲気をこう作った方が分かりやすいんで、あくまでこのペンシル、あ、違う違う、フラットセニングで場所を見つけるみたいな感じですかね。で決まったら、まあ、綺麗に切っていくみたいな感じでも出ていいと思うんで、今ちょっとまだ探ってる状態です。バックもそうですね。バックちょっと見せましょうか。見えてきてるんで、でカール、この辺までカール入れて、では、内側に記憶させて上から絵を持ってきて、自然に落ちる位置で丸状にカットしていきます。まあ、分かるようにコームは使ってないですね。コームは全く必要ないので、入れた方が綺麗に切れないんで、チェックカットでちょっと最後ネープの方をテストするぐらいの時にちょっとコームを使いますけど、基本的にはコームは使わないです。で横スラだとラインが出るんじゃないかっていうことを言う人もいるんですけど、バイアスとか縦スラで切った方がカットライン綺麗じゃないんですよね。で結構今回モデルさんが希望してたか、スタイル自体が表面若干ただ重いボブっていうよりは、ここに少し段が入っ段っていうかな、若干入ってるんで、それをちょっと作っていきます。その場合は、ちょっとまっすぐに持ってきて一旦入れます。そうすると何が違うかっていうと、さっきのただ重いワンレンのボブじゃなくて、ここに軽さが出ることによって、ちょっと違います。で、左右の長さが心配な時はどうすればいいかっていうと、トップにオーバーダイレクションさせて、ちょっとごめんなさいね、これ真横で横スラで切ってますけど、全然綺麗な RR ついてるんで、ちょっとお見せするとしたら、こういう風にこうカットラインが丸くなってる。ちょっと今回すごい丸さが欲しいんで、ちょっとこの辺は応用編になってきちゃうんですけど、さらにこのようにこう、分かりますかね、まだ切ってないところなんですけど、こういうふうに丸くなってくるんですよ。この丸さって
コンベックスなんですけど、普通のやっぱりあのブラントカットとか、あとレザーでは絶対出せないラインになってくるんで、やっぱりシザーでこう丸く R シザーで切っていかないと、まあね、なんとなく同じにはできるんですけど、ほんと違うんですよね、ちょっとしたところが。そこはね、皆さんなんかこう困ることはあると思うんですけど、例えばこれどうしようかなみたいな感じになる方いると思うんですよ。どうしますか皆さん。僕はすごい簡単な方法で切れますから。で、まあ使う道具によるんですけど、この R2 セニング使えば一発でいきます。なぜかっていうと、微妙になじましてくれるからですね。こういう困ったところを、ちょっと見てくださいね。これを困った時の方法があるんですよ。逆刃で R2 セニング逆刃で使うんですけど、前髪はちょっと今残して、ここは切りたくないので、前髪のラインのここのラインに合わせてリフトします。キュッて、でそこから逃がしていきます。わかりますか。これで一発で、今やっただけでもうこれでスタイル作れちゃうんですよ。これでおかしくないんですよね。この中途半端なよくわかんないやつがこれだけで馴染むんですよ。これが R2 セニングのすごさですね。切り方としては前がリフトした時にこの前髪をガイドにして切るんですね。これなんかいい感じになったでしょ。これすごい。そうでしょ。こんな変なこと言ってるけどちゃんと切れるんだな。いや私がなんか変な人みたいになるじゃないですか。やめてくださいよ。はい、わかりました。それ一応ちゃんとやってるんですよ。結構真面目なこと喋ってますよね僕今めっちゃ。まあいいか、さっきより真面目で。そうですね、これでこう切っていけばもうこれでほら、触覚の下りなかった人、触覚のところも残りながらも自然になれると。素晴らしい。でちょっと下見てもいいですか。でこのネープのところはあまり今回モデルさん削ぎたくないということなんで、もう僕も削がない方がいいと思うんですね。なんですけど髪の毛をやっぱり曲げないとダメなので、曲げのための削ぎを入れます。じゃあ曲げのための削ぎって何なのかっていうと、すごい簡単に、まあ、もっと簡単な方法、クルリンパとかいろんな方法なんですけど、今ちょっとクルリンパ見せないで、ちょっとこのやり方でやってます。あとタッピング R ベーシスとかですね、ボブの切り方を結構かなり持ってるんですけど、まあ興味があればいろいろな方法がありますので、まあこれは簡単な切り方の一つです。はい、こういったアイロン入れててもですね、カットラインが今綺麗に丸くなってるんで確かめるんですね、この時に。そうすると右も左もどっちでも流れやすくなって、髪の毛の流れっていうのを皆さん止めちゃってるんですよ。だけどこの球体にすることによって右も左も流れるので、髪の毛の流れるストレスが少ないんですよね。なのでそのストレス少なくすると綺麗に流れてくれたりとか、本当に髪の毛の何て言うんでしょう、弾力が生まれてきたりとかいろいろするんで、やっぱこの球体に切る。はい、今日の撮影も終わりました。今日はありがとうございました。で、ボブに切って、どっち風に切ったかな、ボブに切って色をねちょっと染めないとダメだったので、暗くしないとダメだったので、徐々にね色が抜けるようにスローのカラーのブルーと 3N ナチュラルの3のグレーカラーですね、これを使って暗くしました。
はい、また、いろんな動画を撮っていきたいので今日は15分の1回ありがとうございます。待って、とここら辺にもね、これとか、あ、そうですね、ここもね、これとか、こっちにもついてないそうですよ。こっちはついてない。はい、ここですね。はい、綺麗な、残念です。綺麗なお色に、はい、綺麗なお色かこれ全然が次だろ、どう考えて。いやいやいや、色落ちて綺麗になるね。はい、分かりました。何言ってるか分かんないんで、ひどいです、はい、今日も皆さん、あのモデル募集したりしてなかったりするんでいや、あんまりしてないかな、ちょっと分かんないです。お願いします。今日もありがとうございます。